間違えた。一斉なので、3、2、1、0、ゼロから写し始めますのイカチュンです。今日はゼロ1の YouTube チャンネル登録者数が200万人突破したよっていう企画の Vlog になってて、今日はイカチュンの番です。みんなみたいにどっか行ったりとか特別なことをするって感じじゃないんですけど、イカチュンの休日に振り回される友達みたいな感じで見ていただければいいかなと思います。一発目は美容室にしばらく行ってなくて、もう多分ワンシーズンぐらい行ってないかな。この長さにしてはあんまり行けてないなって最近思ってたんで、ちょっと行ってきます。早速やっていきましょう。美容室着きました。教育美容室がもう1年ぐらいやってもらってる美容師さんで、久しぶりに会うからドキドキしてる。美容室来ました。今日は今までと違う感じにしてもらう予定です。ビフォーこんな感じ。お楽しみに。今日は何色にするか言ってたら見てないですか。いや、今日は仕上がってからのお楽しみにしておきます。予想してみてな。5人のメンバーは学校が一緒だったんですか。あ、全然バラバラで、私もともと3歳の方で、今のメンバーのうちの1人と会ったのかな、で、そこからこう話したりとかイベントで会って、空中にいいねってなってくれたのか、約3年前くらいに、よかったら一緒にやりませんかみたいな感じで誘ってもらって、その時関西住んでたけど2つ返事で、行きますみたいな。はい。へー、そうだったんですね。そうなんですよ。じゃあ今日もリタッチしていきますね。お願いします。今は何人になったんですか、登録者数は。この企画自体が、その200万人の突破の、え、すごくないですか。YouTuber さんがやってるようなその企画とかを毎回やってるわけではなくて、おたげせ、わかりますか。あ、はい、わかります。あれをやってるんですけど、面白い。なんていうか、それとこのダンスを融合させたパフォーマンスみたいなのを発信していって、もうおたげをそのやったことある人をちょっとでも増やそうみたいなのを今目標に掲げてやってるんですけど。へー、そういうコンセプトというか。あ、そうです。へー、面白い。そうなんですよ。まあ、200万人突破の企画なんですけど、はいはい、280万人くらいいるんで、もう300目前、早く取ってあげてもらわないと。確かに次の300人の企画が、そうですね、追いつかなくなっちゃうね。380万人の次にやることになっちゃう。そうですよね。今教えてください。チャンネルは、チャンネルはゼロから打ちし始めます。あのゼロ打ちで調べると多分出てくるかなと思います。ちょっと後で登録しますか。あ、ありがとうございます。メインでダンスダンス自体はおたげ始めた時に、ダンサーさんとおたげする人が一緒にごっちゃ混ぜになってパフォーマンスとかバトルをするっていうイベントがあったんですけど、そこでたまたま会ったパフォーマーさんに、うわーって心を打ち抜かれちゃってって感じです。そうなんですね。はい。するきっかけは、学生の時にクラス一緒になった子とかが、本当にたまたま軒並みみんなおたげをやってて、その子たちが偶然そういうのが好き。あ、そうです。本当に偶然周りの子がみんなやってたりとか、なんか本当に偶然が重なりまくって、ちょっとやってみるかみたいな。そういう流れなんですね。そうなんですよ。今思ったら本当に変だったなと思います。その周りになんでそんないたんだろうと思います。確かに私がめっちゃいたんですけど。そうです。もともとタイミングいいところで、まあ、やめるやろうなというか、まあ、自然とやらなくなるだろうと思ってたんですけど、なんか楽しくなっちゃって、気づいたらこんなことになってました。すごいですね。びっくりです、ね、まさか自分がサイリウムとかペンライトがつかなくてバレるとは思ってなかったので。ちょっとビビりますね。ちょっとビビりますね。本当にそうですね。あ、すごい。すごい、壁が。よし、これで行きまーす。これは10倍の10倍で、これはもう1日で10万とか、おー、それだけでドキドキします。ドキドキします。
毛の長さ自体はそんなにめっちゃ変わるわけじゃないんで、正直そんなに変わらないんじゃないと思ってたんですけど、結構変わります。結構セットすると特に変わるので変わります。あ、確かにセットありきですね。これで一旦カーに入ります。お願いします。この後はコスメを買いに行こうと思ってるんですけど、買いたいものバーって買ってこれ買いましたみたいなのをやろうかなみたいな。あとはくら寿司に行きます。くら寿司のネタ何が好きですか？マグロとカズノコが一番好きです。意外カズノコ意外なとこ行きますね。なんか魚卵系がすごい好きで、はいはい、よく食べますね。完成までちょっとお待ちください。おー、こういう感じですね。ブルフって感じ。ブルフって感じ。ありがとうございます。どうでしたか？すごい、ここがめっちゃ思ってたブルフっぽい感じです。あ、よかったです。すごい。かわいい。ちょっとガーリーっぽくなりましたね。すごい。大丈夫そうですか？はい、ありがとうございます。はい。うん、11皿結構食べた。はい、お寿司できました。ごちそうさまでした。今からはコスメをひたすら買っていこうかなと思います。最近全然コスメ買えてなくて今日しかないっていう感じなんで、ひたすら欲しいものがあったらとにかく買うっていうのをやっていきます。最後にその買ったやつを紹介していくんで、もうやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ1個目ルナソルで買ったコスメ紹介していきます。ルナソルは全然今まで行ったことなかったんやけど、店員さんがすごい優しくて嬉しかったです。はい、1個目チーク買ってきました。ルナソルチークコンパクト、これ EX09 って言ってた気がする、限定色のこのベージュオレンジっぽい色味です。春っぽくて可愛いですねって褒めてもらえたんで買っちゃいました。で次がこれも新しい商品なんですって言ってたから気になって買いました。これはね今つけてます、ルナソルフュージングカラーリップス01番、めっちゃ可愛い名前のヘーゼルウィスパーっていうんですね。このベージュっぽいこんな感じの色です。としかも私の好きポイントやねんけど、こうやって蓋するときに磁石、これが好きです。そしたら次ナーズいきます。ナーズがまずチークですね、アフターグローリキッドブラッシュ02803、なんかピーチって書いてた気がする。こういう感じの桃っぽい見た目のやつで、色味分かりにくいけどあのコーラルピンクみたいな、めっちゃ可愛かったです。これも今つけてるわ。タッチアップねしてもらった、メインで使うことになりそうこれからの季節。これかめっちゃ可愛い。でもう一個がアイシャドウですね、ナーズオーガズムライジングアイシャドウパレット、9色入っててめっちゃ可愛くて買いました。こんな感じであんまり外れのなさそうな色が9色入ってます。イベントの時とか使うとやっぱ気分上がるよね、お仕事ちょっと大変な時とか。デパコスにはそういう魔法があるから私は大好きです。次マックいきます。私自体がお家にリップ80本ぐらい今あって、今回マック、私の中ではリップのイメージが強かったからリップ買ったんですけど、まず1個目が、ロックドキスインクリップカラーティーザーっていうカラーですね。これも黄色っぽいベージュみたいな感じの色で、基本的にその私のパーソナルカラーがイエベ秋かくすみ系の春みたいな感じらしいから、それっぽいのを買ってみました。本当に落ちないのかそのうち検証します。はい、じゃあ最後ディオールですね。午前中に美容室で施術してくれた美容師さんが、ディオールのスノーライン知ってますか、めっちゃおすすめですよって教えてくれて、スノーラインの下地をあとリップ買いました。
スノーメイクアップベース UV35 ブルーですね。下地に使ったらめっちゃ肌に透明感が出ますよって教えてくれて、透明感出たらいいなと思って買いました。で最後ルージュディオール217番限定色ですね。限定って聞いたらすぐ買っちゃいます。私はクイーンが入っててピンクっぽいで、これも磁石です。てな感じですね。ということで購入品紹介しました。はい、ということで最後までご覧いただき本当にありがとうございました。セディは一人じゃなくてゼロイチのメンバーの誰かと一緒に Vlog できたらいいなと思います。なんか機会があればまたやりたいですけどね。次もお楽しみにということで終わりにしていこうと思います。せーの、 3,2,1,0 ゼロから写し始めますのイカチュンがお送りしました。ありがとうございました。バイビー。